ストーンズ京本タイガトラビスジャパン宮近海とのわちゃわちゃが楽しい、もむかえ渋谷くん。11秒告知シャッターチャレンジ公開。音色が流れる中、シャッターに合わせて次々とポーズを決める二人ストーンズの京本タイガが主演を務める、スカンテレフジテレビ系ドラマ、もむかえ渋谷くん。公式 TikTok が、 ひ本と宮近海と、かかいと、そらびすジャパンが挑戦した、11秒の告知、とシャッターフィルターの動画を公開した。本作は、恋をしたことがない若手売れっ子俳優の渋谷大会、ひ本、が、歳の離れた妹のお迎えがきっかけで保育士、青田愛佳田辺桃子に出会い、不器用ながらも恋を育んでいくピュア度100%の、ウブキュン、ラブコメディー。 4月23日の放送の第4話では、保育園に新しく体育の先生、大崎達也、宮近が来ることになる。その先生は、なんと愛家の元彼。第1話、第2話は写真での出演だったが、第4話でミツルを辞しての登場となる。そんな宮近と京本が、11秒の告知、に挑戦。カウントからの、 まずは前に出た京本が、お迎え渋谷くんは、毎週火曜夜11時から放送中、と早口で告知。ここで前に進み出た宮近が、ついに僕演じる大崎達也が登場しますと続ける。